レジクラス神奈川県の高瀬選手、おめでとうございます。まだ息が整ってますね。おめでとうございます。今のお気持ちを。最高です。あそこにいる選手がいつも僕をいじめるので、今日こそ聞いてやろうと思ってましたけど、勝ったので最高の気分です。でも今シーズンはなんと苦労をされたというふうに伺っておりますが、今日の勝因はどんなところにありますか？練習あるのみです。すごい今シーズン本当に一言もつりきりね、キルする感じでしたけれども、ジェニークラス神奈川県の高瀬選手でした。おめでとうございます。お力発揮お願いします。前の方へお願いします。